キンプリ流せ角、普通の男の子やろ。オフの日の過ごし方を明かす。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングドキンス流せ角がパーソナリティを務めるラジオ番組、キングドキンス流せ角のレイディーオー・ゴーデン文化放送。 6月7日深夜放送会では最近のプライベート事情を明かした。梅雨シーズンを迎えたということで長瀬は雨の日のオフは最悪と切り出すと仕事が休みの日はお腹が空いて昼時に起きることが多いものの雨だと出前が届くのに40ケラ50分かかるため待っていられんと自炊をしない長瀬は食べること自体を諦める時があるという。 一回雨の日にオフが続いて何も食えんくて、家にも食べるものなくて断食みたいになってた時期あった、と明かした。そんな長瀬は結構沖縄料理が好きだと言い、最近は親友二人と大阪から研修に来ている友達を含めた4人でお気に入りの沖縄料理屋に行ったそう。 4人で水族館を回った後に焼肉を食べ、夜に沖縄料理屋に行ったといい、そこで長瀬が出演しているドラマ、ラストマン、全盲の捜査官、TBSK をみんなで見た後に、長瀬の、家来いて、4人で飲んで解散しました、と報告。どう普通の男の子やろ、ショー。最高に楽しいのこういうのが、と。 プライベートでは普通の生活を楽しんでいると語った。なお、沖縄料理屋ではお客さんが少なくなった時に店員さんにリモコンをいただいてテレビをラストマンにして、店員さんが気を利かせて音楽も消してくれて、ちゃんと4人で1時間黙って最後までお酒飲みながら見てました、と介護。 キンプリ流せ角、ゲームづけの生活も告白。また、最近はゲームにはまっており、仕事が昼過ぎに終わった日には、15時から次の日の朝4時までぶっ通しでしてました。12時間以上してした、とのことで、ゲームづけの生活になりつつあるという。ゲームにはまると、食事を風呂トイレの全てが面倒になるらしく、晩飯抜きで、さすがに風呂には入ったけど、 髪の毛は半乾きのままゲームしてました。しばらく寝不足が続きそうです、と話していた。その後、長瀬が初めてアクションシーンに挑戦した5月14日放送のラストマン第4話を見たリスナーからのめちゃくちゃかっこよくて鳥肌でした。レン君が手錠をかける時もかっこよくて涙が出ました。裏話があれば聞かせてほしいです、というメッセージを紹介。 これに流せは嬉しいよ。超楽しかったもん。あのアクションシーンかっこよかったね、俺、と自画自賛したのだった。この放送にネット上のリスナーからは、本当に普通の男の子の過ごし方笑い、お友達と会って遊ぶ時間があって安心した、という声のほか、ご飯はしっかり食べないとダメだよ。ゲームはほどほどにしてちゃんと寝てね、など心配の声も寄せられていた。